カウ TV がお届けします香港社長室101。今回は、香港と空論半島からちょっと離れたシャーティンというですねニューテリトリーと言われる地域に来ています。そのショッピングモールの中で私リポートしているんですが、今日お尋ねする社長さんは A1 ベーカリーと言いまして、こうしたパン屋さん、そして、ケーキそしてレストランというですねパン屋さんを中核とした、店舗事業で、今香港に48店舗、売上40億というですね、こうしたその業界の中では日本から参入してきた、パン屋さんの中では今ナンバーワンの売上を誇っていらっしゃるのがこの A1 ベーカリーさんです。でこの香港をそれ立ち上げた、柳井社長に、今日はお話を伺います。詳しくその香港でどのようにしてナンバーワンにのし上がってこられたのか、そのあたりを詳しく伺いたいと思います。インタビューです、どうぞ。一番最初どういうきっかけで香港にいらっしゃってどういうふうにビジネスを始めていかれたのか、そのあたりちょっと振り返ってお話聞かせていただけますか。はい、ですね、ちょうど、オープンがですね1985年、ちょうど25年前だったんですけども、まずうちの、日本の方の社長であり、はい、オーナーであります私の父親がですね、その当時やはり将来の日本を考えていくとやはりアジアに向けて、アジアというか世界に向けて何か、発信していかなきゃいけない時代が来るんじゃないかということでですね、日本だけではやはり国土の問題また人口の問題も含めて、その当時うちの父親がですね、そういう、多少危機感を持ってですね話してましてですね、その当時そういう意味で私と私のおじ、父親の、弟なんですけどね、でその3人あとがですね、あと海外結構いろいろ旅行したりとかしてですね、最終的にはうちの叔父がですね、お前海外に見てこいということで海外、マレーシア、タイからシンガポール等もずっと回ってですね、最終的に着いたのが香港だったんですね。メインはやはりシンガポールかあちらの方を考えてたんですけども、最初はそちらの方に向かってたんですね。向かって完全に向かってましたですね、だからマレーシアその辺を感じたんですけども、香港いうのはやはり、全然、考えてはいなかったんですけども、ただ、一応市場を見るために、たまたまストップして、日本帰る前にその、いたら、そういうたまたまタナボタみたいな形でですね話がこのとオファー来たですね。でそれがこの13だったんですね。それでこの13に本拠を構えてらっしゃる。そうですね。一番最初が13だったんです。なかなか日本の企業のやはり当初はやっぱりその13に来る人はまずいなかったんですけども。ニューテリトリーですから。ニューテリトリーですから、まず九龍サイドまたは香港島の方がメインになってたんですけども、その当時たまたまヤオハンさんが、当時1984年に、の12月に多分オープンしたと思うの1号で、はい、それが13だったんですね。ヤオハンさんの中じゃなしの前に空いてるスペースはどうだという話があってですね、たまたま300坪ほどあったんで、ちょっと無理じゃないかと、うちの実力じゃ無理じゃないかという話だったんですけども、すごくいいオファーをくれたもんですから、状況も良かったんですか。そうですね。で、いろいろ、タイとかいうことも考えてたけども、いろいろ話して上においてですね、やっぱり香港はものすごく税制面ですごく優遇されているというか、税率が安いということでですね、15.5% ですか。そうですね、最高税率がですね、そういうこともすごく、うちの父親がもう、気持ち的に依頼だとも思うんですけども、そこでやはり、やってみようかという、我々出店した大きなあれはやはりこの場所がやっぱり将来的にすごくベッドタウンになるということが一番大きなあれだったんですね。今現実そうになってましたし、ただ我々の実力でその300坪をやっていけるかどうかというのはすごく心配ではあったんですけども、とりあえず話に乗ったという形でですね、それで準備が始まってですね、で私とおじが一緒にこちらに来たわけですね。それが85年、85年ですね。そういう時代でしたですね。300坪の土地を最初にいきなり初めての知らない土地で、知らない町で300坪借りてスムーズに行ったんですか。
全く行かないですね。人材募集からですね、はい、あとあの工事、まあ、内装の工事始まった時 もう全くうまくいかずですね、はいまあ、従業員の方も大変厳しい、そのリクルートをやりながら、まあ、いるんですけども、とにかく、レベルが低いというか、まあ、その当時ですね、まあ、いろいろなことがあってですね、大変厳しいで、トレーニングするにしてもやはり言葉の問題とか大変厳しい状況ですね、はいはい、まあその当時はですね、やはり何語でこう統一しようかという話もあったぐらい、はいはいまあ、ミーティングしてもね、一つのテーブルで3カ国から4カ国ぐらいの言葉があって、まあ、ドイツ人たまたま3名ほどドイツのやっぱりビールハウスを作るということもあってですね、まあ、日本人ももちろん、15名ぐらい派遣してですね、はいまあ、オープンする前はトレーニングとかいうのはしていたんですけど、まあ、全然追いつかないんで100名ぐらい雇ったんですね、はい、やはり中からキッチン中でありますので、やはりその中でやはり、まあ日本人が通訳を通じて教えてはいてたんですけども、はいまあ、これではちょっとそのポイントがずれとるなということでですね、やっぱり2週間、経ってですね、鳴かず飛ばずで100名のスタッフをうち50名切りました、はあ、解雇しました、はあ、もうやっていけないと、この分でいくと多分難しいと、はいまあ、それだけまあ売り上げが少なかったということですね、はいはい、だからそういうようなことでやはり大変厳しい決断をしなきゃいけない時もありましたので、はいまあ、そういう意味で、そこが一番こう苦しかった時ですね、うんまあ、開業して3ヶ月ぐらいですね、うん、現地の人間で、まあ、それなりの経験を持ったここにある程度任せてですね、まあ、基本的なルールはこれだよという、まあ、テキストを渡してですね、それを中心にまず勉強してもらって、はい、それをトレーニングしてもらって、まあ徐々ですけども、はい、その中で1週間2週間ぐらいでですね、見極めをつけて、もう一人、まあ、現場のを任してもいいぐらいの香港人を、まあ、とりあえずピックアップしてですね、うん、できるこう、まあ、各部署に一人ずつ最低、うんリーダーを作ってですね、はい、やっていって、まあ、なんとかね流れ出したのかなという感じがあります。そうしないとどんぐりの成分比べがしちゃうとやっぱり大変厳しい状況だったですね。そして3ヶ月かでですね、まあ、いろいろあの手この手を使いながら売り上げ貢献するために、まあ、今まで、その中でですねコーヒーショップなんとも、まあ、日本でやってるサンドイッチと、ぐらいしかなかったんですけども、あとコーヒーで、それをスパゲティを出し、プラス、まあ、やったことないラーメンを作ったりとか、レストランにしていったんですね。レストランにしていったんですね、まあ、コーヒーショップもね、まあ、レストランのレストランどういったんですか、ビアハウスの方はですね、はい、ビアハウスの方はどちらかといえばもうこちらも同じようにステーキレストランみたいな形でステーキをもうちょっと充実させていこうということで、そういうメニューを作ったりとかして、はい、まあ徐々にお客さんもねこうニーズに応えてくれて、こうよりこう売り上げ上がっていったんですけども、それでもやはり1年目は大変厳しい、厳しい、やはり経費とねあれやるともう全然その、まあ、合わないし、プラス、まあ、はっきり言ってマイナス状況ですね。ちょうど3年目ぐらいですかね、はい、こう入った頃から少しずつその軌道が、はいこのパーセンテージが、まあ、今まで 5% 上だったのがやはり10何パー 15% とかいうふうな形でですね、ぐーっと売り上げ伸びていって、やはりそのこれはやはりね、我々の、まあ、いろいろこう試行錯誤した新しいことをしたりとか、やはり現地に合うようなメニューを作ったりとか、現地に合うパン作りしたりとかいうのもあるんですけども、やはり経済が少しずつ香港の経済が、ちょっとずつ上がってつつあったというのが大きなあれですね。今までは一体何だったのかなというぐらい、やはり売り上げが面白いように伸びていったのがあれですね、現実ですね。で、まあ人口もサーティーの現場もすごく増えてきましたし、今どれくらい人口は、今70万ですね、サーティーだけで、はい、はあ、そういう意味では、まあ、当時はやっぱり30万弱ぐらいだったのがずっと増えていってですね、うん、そういうような状況、農村だった、どういう形で農村だったらしいですね、私もちょうどはっきり知らないんですけど、あと運河だったんですね、これね、はい、だから田んぼと、まあ、それしかない、まあ、サーティーにいたらね田んぼね、砂に田んぼでしょというぐらいね、はいはい、まあ、いたら、はい、そういう地区でそんなところ昔の人は行かないよと、名前の通り砂の田んぼしかないというようなところだったんですね。そうそうそう、